ダンスマ動画チャンネルシオンです。今日は仮面ライダーセイバーコレクタブルワンダーライドブック SG01 さあ、仮面ライダーセイバーのコレクションアイテムワンダーライドブックが早くもですね、食玩の方で出ました。まだデラックス版の方もね、ピーターワンダーライドブックのみの発売となっているんですけれども、まだベルトも出てないのにね、食玩が先っていうのはまた珍しいよね。うん、はい。さあ、こちらどんなものになっているのか開けていきましょう。開けていきましょう。出しま、さあ、まずはパッケージ見てください。こんな感じになっております。ワンダーライドブックで仮面ライダーセイバーに変身ということで、こちらね、仮面ライダーセイバーのブレイブドラゴンワンダーライドブックですね。このワンダーライドブックを使うことによって仮面ライダーセイバーがこのね姿になります。後ろこんな感じで、今回ですね、光もしないし鳴りもしないらしいんですよだから、まあ、まだベルトもね、ないので、とりあえずこの動画では開けて中を確認するというところまでですね。はい、そして今回のラインナップはこのような感じです。ブレイブドラゴンワンダーライドブック、ライオン戦記ワンダーライドブック、はい、そして早くもレジェンドライダー枠からエムズアニマルファイルワンダーライドブック、はい、こちらね、仮面ライダー01 の、 エイムズね。そしてさらにさらに滅亡人雷モンスターズワンダーライドブック、こちらも01に登場する滅亡人雷のワンダーライドブックになりますね。はい、では開けてみましょう。はい、下から開けます。あえて下から開けます。はい、では開封。お、シールド、はい、シールが入ってます。はい、はい、そしてラムネが入ってます。ブラシオン君にあげます。はい、いただきます。おいしい。どんどん出してみましょう。はい、よいしょ、ディアン。はい、これがシール貼ってない状態のワンダーライドブック、食玩バージョンですね、はい、コレクタブルワンダーライドブック、はい、こんな感じです。こんな感じになっております。はい、デラックス版と比較するとこんな感じですね。こんな感じ。はい、ボタンがありません。この開くボタンだけだね、あるのは。食玩版は確か1ページしかないんだよね。はい、で中に入ってたステッカーがこんな感じ。かっこいいね。うん、じゃあ貼ってみましょうか。はい、よいしょ、ここですね、合わせて貼っていきます。はい、おお、やっぱシール貼るとね、全然違うね、印象がね。かっこいい。はい、でこちら中の方も貼っていきましょう。曲がる曲がる、よっ、オーケー。うわ、中難しい中難しいぞ。こっち方、こっち側難しい。こっち側、うわー、ちょっとなんか雑になっちゃった。あー、やだなこれ。うわー、むず。はい、まあなんとかできました。こんな感じです。こんな感じ、こんな感じ。ここはシールになってんだね。はい、まあ重さ的にはもうね、やっぱ電池を必要としてないのでめちゃくちゃ軽いですね、デラックス版に比べると。はい、こんな感じです。ただまあ、まあベルトもないのでね、この後の連動音声を確認するという作業ができません。あとはどんどんね作っていっちゃいますね。ライオン戦記のステッカーこんな感じ。何も貼ってないワンダーライドブックこんな感じですね。はい、ライオン戦記できました。はい、こんな感じです。はい、中開けるとこんな感じ。おー、かっこいい。うん、さあ続いてエイムズア
アニマルファイル開けましょう。はい、何も貼ってない状態のワンダーライトブックがこんな感じです。はい、はい、そしてシールこんな感じですね。はい、はい、表紙にはバルキリーとバルカン、そして開くとバルカンのかっこいい姿が写っております。エイムズアニマルファイル完成ですね。はい、こんな感じです。こんな感じ。さあ、そして最後、滅亡人雷モンスターズ開けましょう。はい、こちらがシール貼ってない状態のワンダーライドブックですね。はい、滅びって感じ。はい、そしてステッカーこんな感じですね。滅亡人雷の4人が写っております。そして開くと滅び。OK! 完成。はい、こちらが滅亡人雷モンスターズ。はい、はい、こんな感じです。はい、おー、さあ、全部ね、シール貼り終わったんですけれども、はい、ブレイブドラゴンと滅亡人雷だけ右手なんだよね。ライオンとエイムズは左腕が映ってる。まあ、どういうことなんですか？ちょっとよくわからない、まだ。でもさ、こう変身で使ってこうなるわけでしょ。こうどうなるんだろう。変身で使ってこう3冊パカパカパカって開いたらこうなるのかな。ね。え、面白そうだね。うわー。でもまだまだベルトがね届かないので、この先のね遊びができないのがとても残念ですね。こちらも含め、あと音も鳴らないしさ、ね、ボタンないから、ここにほんと開くだけのおもちゃですね、これはね。いや、早くベルト欲しい、早くベルト欲しいよ。ねえ、こんな感じです。ラジマ。はい、そんなわけで今日は仮面ライダーセイバーコレクタブルワンダーライドブック食玩01の紹介でした。はい、まだねベルトが到着してないのでこの先の遊びができないのがとても残念なんですけれども、はい、まあ、ベルトね到着したらこちらの食玩でも遊びたいと思います。思います。はい、まあ、このワンダーライドブックはねお菓子売り場に売っております。はい、はい、皆さんもね、ベルトをゲットする前に集めておくのもいいんじゃないかなと思います。はい、はい、よし、今日もパケが開封。今日出たのはこれだ。ダンバル、コクーン、スケラ、レジロックのレア出た。ピカピカしてる。ピア、キリンリキ。最後の一枚はこれだ。ポクラ。今日のポケが技合計は370。チョッキン。チョーキーン。そんなわけで今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。お願いします。おすすめの動画も見てね。そんなわけで今日はこの辺で、バイバイ。